はいいつもありがとうございますパーソナルブレイクで、えー、なめこさんからご依頼ですはい「ポップセンチュリー」一つですね発送は月曜日か水曜日はいということでよろしくお願いしますしん多分どうだろうな明日ちょっと仕事に出てくればよいしょなんですけどね はい、じゃ、行きまーす。誰だ。<laughs> はい。よいしょ。江戸。江戸アスナーさん。ちょっと、ぼ、あの、ぼやけてますよね。誰だろう。江戸アスナーさん。ちょっと。 生きるのも慣れてきましたああ、出てくるねあー結構もう九十歳ですね俳優ボイスアクター俳優とボ,ボイスアクターですね両方やってる感じあー昔は ドラマ連続ドラマ、ファミリー系、出てたんですかね。あ、ちょうどこの写真の頃が、ね、そんな感じですよね。あこの、こっちが近いかな。1977年。ね。作品、作品なんかないのか。あ、日本があるな。 あすげえ受賞「ゴールデングローブ12345回5タイムゴールデングローブアワーすごいっすねふんあカール爺さんの声ねカール爺さんの空飛んじゃった家がねうん大変だぜみたいな <laughs> なるほど。あ、映画も出てます。あ、ザ・レスラーオリジナルの方出てんだ。へー Home a ンファイ5に出てるんです、ね、あ、カールおじさんが2009年だ。ね、ディズニー。あー、結構ドラマ系も出てますね。X ファイル出てる。 e r c s、ER CS、i 5 o あマクガイバーも出てたんだうんすごいですね声も当ててるのもすごいですね DC からねなんかいろいろ出てますねでディズニーの仕事もやっててなるほどそっかあれであったね ポップセンツリーのエイトバイテンの時に、うに、ん、なんか調べたな、そうだ。ね、あれは写真が、あの、空飛ぶおじさんだったので、うん、あの、ご本人じゃなかったんで、はい、次。んなんか、見るからにコメディアン。<laughs> はい、コメディアンはいいかな。<laughs> でも、なんか、はい。ジェイミー・ウォルカーさん。 で,す、ねでえー、メモラーが誰だあ、ジェームス・キャンプね。7の40。で、下枠。誰だパープル。せーの。あチャーリー,シー・シンはい。チャーリー・シーンっすよ。やっぱ出ちゃうね、何尻 ?2 の20。うんで。一番下枠で出やすいのが、トラボルタなんですよ。 トラボルタとあとね60尻ですからあ一番下の下枠から60尻っていうのはトラボルタぐらいじゃないですかトラボルタが一番下枠からは当てやすいかなと思いますはいまあチャーリーシーン全然いいよねおーいいねうん写真がいいもうね調べる はい、ことが不要な世界的著名なね。はい、はいいということで、えー、発送はねちょっと山本さんからメールい,いきますのではいそれではいお受け取りよろしくお願いします。はいじゃあありがとうございました。